はい、今ねどこにいるかというと、ジョージアのバトゥーミにいます。バトゥーミのフィッシュマーケット魚市場に来ます。コッペ取れる海の幸ということでね、いろんな魚がありますけど、あ、これカツオじゃない、すごいね、カツオなんか取れるんだけど、びっくりしました。こんな感じで今いるんですよね。結構賑やかです。ここら辺に、まあ、海岸線住んでる人って、まあ、まあ結構ね、ヨーロッパでも魚を食べる習慣があるんですけどね、すごいですね、なかなかいろんな魚があります。値段がついてないんで、まあ、全部あの料金交渉しないといけないけど、これサメか、すごいね、エビとかね、カツオがあるのはちょっとびっくりしたけど、でこういう形で解体してます、漁しましたね、すごい魚の匂いがすごくプンプンしますけど、いろんなのあるのでびっくりしました。